さあ続いてはこちらの武器でございます。はい、こんにちは、ブルーホースでございます。前回ね、まあクリスのねハンドガンを使って共闘して倒したわけなんですけれども、今回のこのドラグーンだったっけな、あれ逆だったっけ、こっち、あ、そうだね、これがドラグーンだよね、を使ってですね、また誰だ、マザーミランダかもう名前が突然出てこない、ね、まあ、マザーミランダのね、いろんなところにね、あの穴を開けていこうと思います、うん、穴を開けていこうと思う、ぶち込めるような穴をね、いっぱい、ね、なんかもうダメだな、もういろいろなんかもうただ単にエロい話になっちゃってるけど、まあ、多分今回は早いんじゃないですか、さっきというか、まあ、前回のパートと比べるとね、いて、かわいいエヴァ、私の愛しい夢中め、夢中め、スキップ、はい、お前の夢中我が偽りの子らを始末し、貴様の命もあと2分くらいで終わるんだよな、はい、1分で終わらせるって言えたらかっこいいんだけどね、何も心配はいらぬ、ほい、飛んできます、私が死ぬ、あ、いってあれ、ちょっと意外とこれ最初のこれ初めて入るだからお前はやばくない、大丈夫か、ひっくるっと引き返す、愛する気持ちはお前に、さあお前にだ、こちらの攻撃をもうますね、どうしてわからないんだ、ローズはお前の娘なんかじゃない、俺の子だ、あなただけ、さあこれで、あーでも、あーでもこうなったらちょっとさすがに若干めんどくせんだよな、溶けてったか、溶けてなくなって、叫んで蹴って、どこに、あ、違うの、あれ、もう目の前にいた、あぶれ、だからさあのフットワーク、華麗なるサンドさん、そうはいくか、来ている死ね、あれ100年も生きてさ頭が回らなくなってきてるのか知らないけどさ、語彙力がもう死ね死ね死ねしか言えないってさ、もうなんか小学校2年生で、私は我が娘を必ずや取り戻す、終わるんじゃない、まだか、あ、意外と生きてるね、あーもうこうなったらみんな強いんだよ、四方八方でででででで大王になるんだよな、わたた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 ぐる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 、さあそろそろ痛い、痛い、さあなぜだなぜ死なないっていう、ゲームの主人公だから、ね、してる主人公補正って強いんだぞ、主人公補正ってどんなにね、あのね、死んだとしても蘇って、ローズは俺の娘だ、それがゲームの主人公あるでしょ、終わったかな、あー来た、ごちそうさまです、あー引きずられる、ちょっと待って、どうしゃれはないで、キリ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 、最後から、だだ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 だドラグーン、あのさすがにクリスが本気を出せばこうなってくるよっていう、そういうことを証明できたんじゃないかなと思いますね。はい、ということでね、武器 vs マザーミランダの、ね、検証はこの後もまだまだ続けていきたいというふうに思いますので、ぜひお付き合いいただけたらと思います。今日の動画短っ、まあ、いや、はい、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して、次の武器これで頑張ってっていうことをね、コメント残していただけたら嬉しいでゴンス。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いしましょう。ローズマリーの救出は成功、しかしこの手に取ることはなく終了でございます。ではまた、おっす。